物語の最終局面で衝撃の事実が発覚する。こんにちは。米国経済解説経験 YouTube 最大のレバナス専門チャンネルのレバナス一本リーマンです。米国の消費者に何かが起きている。本日のプロローグは消費者についていくつかの重要なアップデートをしていきます。まず一つ目。このチャートは消費者の大半が持っているクレジットカードの支払い延滞率です。支払い不能を示すデフォルトではなくその一歩手前の支払い延滞の意味のデリンクエンシーレートがなんと今、 2008年のリーマンショックのレベルになっているというのです。特に20代、30代、そして40代は急激に支払い延滞率が急上昇していることがわかります。50代のオレンジも珍しく急上昇していることもわかります。通常この支払い延滞率というのは過去の波形を見ればわかる通り、 デコボコのノイジーな波形になりますが、若年層はここ最近ひたすら上昇し続けていることがわかります。言うまでもありませんが、これは物価高騰を影響していますが、貯蓄がなくクレジットカードのリボ払いのような融資枠を使ってしまうと、金利20.68%という とんでもない金利がつくからです。今や FRB が政策金利を急上昇させたおかげで、クレジットカードの金利も急騰している状況ですが、7月の FOMC では再度利上げが実施されることになりますので、このクレジットカード融資額の金利に関しても平均で21%を超える金利がついている状況なんです。100万円の買い物をしたら1年後に20万円以上の金利を支払わないといけないんです。日本人なら普通そんなことするなんて信じられないと思うかもしれませんが、米国の大 大多数を占める平均以下の所得の家計は、もう火の車なんです。背に腹は変えられず、しょうがなくクレジットカードの借金に手を染めている状況なんです。 そうですよね。今夜発表される CPI の中身を見ても、賃貸の品目は今でも上がっているんですもんね。と思うかもしれませんが、データはそのようになっていません。このデータをご覧なさい。これは全米の都市にて、賃貸の家賃を前年同月比で示したデータですが、上から順番に、ラスベガスマイナス6%、サンバーナーディーノマイナス5.9%、フィニックスマイナス5.7%、オースティンマイナス5.6%、タンパマイナス4%、ダラスマイナス -3.6% -3.5% -3.5% -3.1% シャーロットトトサクララメント 3. 5アトランアタ 3. 1このように1年前から都市の家賃が下落している状況かわかりますが、あれ ?CPI の賃貸の品目ってまだプラスで上昇しているよねと思った方もいらっしゃると思います。そうです。この CPI の賃貸はかなりの遅行指数であるということを理解しておかなければいけません。これは以前から指摘してきましたが、CPI の品目の中で特にコア CPI が 依然として高いのは賃貸の品目が異常に高いことが理由なんですが実は他の家賃の調査データと比べると CPI の家賃品目は半年から1年程度遅れて出てくることが知られています CPI の家賃はオペレーターが一件一件電話してあなたのお家貸すとしたらいくらくらいですかという質問をして まあ今は物価が高いしこれぐらい高い家賃じゃないとかしたくないなぁという返答をそのまま反映しています。それに対して先ほどお見せした家賃はリアルタードットコムというサイトの今出ている賃貸の家賃を表示していますので実体の家賃を表していることになります。ここで申し上げたいのは家賃は CPI が実体を反映していないことではなくなぜ実体の家賃が下がっているのかです。 この理由はアパートの空き室がどんどんと増えているからです。なぜ空き室率が高くなっているのかに関しては3つの理由があります。まず一つ目、金利の急上昇と物価高騰によって持ち家を買う人が急減し、 持ち家よりも賃貸の方がいいと思った人たちが増えたことでコロナショック以降家賃は急上昇したんですコロナショック以降オフィス需要がなくなりそしてリモートワークが主流になったおかげで少しでも自宅を快適にしたいということも家賃の需要が上がった理由ですいずれにしてもこの3年間ひたすら家賃は上昇し都市部での家賃上昇率は25%ですので今は少しずつ下がってきていますがそれでも高すぎるということで次第に空き室が目立ってきているという状況です2つ目の 理由は立ちの木です。これはプロローグの一つ目でお話した部分と被るところはありますが消費者は完全に弱体化している状況でクレカの借金と同じで高くなった家賃も払えなくなってきているんです。三つ目の理由はコロナショック前にとんでもない量のアパートを都市部に建設していたからです。コロナショック前はそれでも量が足らなかったので不動産業者はアパートやコンドミニアムの建設ラッシュを続けましたがそれらの値段が上がった今もう誰も借りる人がいないんです。そしてアパートの受注残は現在100万 を超えている状況でコロナショックで止まっていた建設が今急ピッチで進められていて毎月のように需要に対して大量に供給が増えているんですもう一度言いますが今募集しているアパートの家賃は確かに急落していますが今借りている人たちはそもそも高い状況にあるので消費者としては全く生活が楽になっているわけではありませんこのように経済システムでは需要が崩壊し消費者が弱体化して購買力を失いつつあります本日の物語は消 者の借入れは2020年後半以来最も遅いペースで増加という本日発行されたブルンバーグの記事から物語は始まりますなぜこの最も遅いペースで借り入れが進行していることが問題なのかというと米国経済はデッドベースマネタリーシステムだからですこれまで借金によって成長してきた米国経済はこれからも引き続き借金を持続させなければ崩壊してしまうんです現在米国ではとんでもない巨額の借金を背負っている 状況です特にコロナショックの時に作った気の遠くなるような借金の金利を支払うためにさらなる借金をする必要がありますが問題はそのベースとなる借金とは別で経済成長率を維持するためにさらなる借金を生み出す必要があるということですですので今日発行されたこのブルンバーグの記事のタイトルに記載があるクレジットつまり借金のスピードが減速していることは米国経済にとって致命的な状況なんです コロナショック以来、初めて非リボの信用額が減少したことを反映し、米国の5月の消費者借り入れは2年以上ぶりの低水準に減速した。ちなみにノンリボロビングは非リボと訳しましたが、要は学生ローンや自動車ローン、住宅ローンなどです。毎月新規の融資額が増加し続け、高額な手数料を支払うリボ払いとは違って、非リボは毎月手数料がかかるわけでもありませんし、一旦返済したらそれで終わります。FRB 開示のデータによると、信用総額、つまり借金の総額は 72億ドルの増加にとどまり、2020年11月以来最小の増加となった。インフレ調整はされていないが、ブルームバーグによるエコノミスト予想を下回る結果だった。まあ当たり前ですね。米国経済を維持するためにはもっとさらに大きな借金をする必要があるのに、あるべき借金が急になくなってきたんですから。そして学生ローンや自動車ローンなど非リボ総額は13億ドル減少し、2020年4月以来初めての減少となった。と記事には記載されていますが、急に 米国経済が減速してきていることがこの記事から読み取れます。借金額が減ってきたというデータから我々は何を読み取ればいいのでしょうか。米国国民の所得が爆増したので、借金に頼る必要がなくなったのでしょうか。いいえ、逆です。借金に頼る必要がなくなったのであれば、プロローグでお伝えしたように、クレジットカードの支払い延滞が2008年のリーマンショックの時と同等の水準になるわけがないんです。つまり、借金に頼る必要がなくなったのではなく、借金をしすぎた なことによって支払い延滞が増加し借金ができなくなったもしくは借金の融資額上限に到達してしまったためこれ以上の借金ができなくなったことが考えられますそしてその場合カードホルダーだけではなくデッドベースマネタリーシステムを採用してきた米国経済全体に影響する事態に陥っているんですクレジットカードを含むリボ払い残高は85億ドル増加し過去2ヶ月間の大幅な増加から減速した商業銀行が発行したクレジットカードの5月の の金利はは20.68% 1972でで frb ののデータでは年以来の歴史的高水準となったこの動画の冒頭でも言いましたがこの20.68%という平均金利はこれからもまだまだ上昇していきます今夜発表される CPI の結果はおそらく下落していると思いつつ1970年代のインフレは4年周期でインフレが再燃しました 今後、長期で見た時にインフレの再燃の可能性はまだ残っていることを考えると、利上げが再度実施され、この金利がさらに上昇することもあり得ます。この高金利にどこまで消費者がついてこれるのかが問題となってきます。もうすでに一部の消費者はクレジットカードの融資額上限ギリギリまで使っている状況で、だから借金額の増加がスローダウンしているんです。全体の構図はこんな感じです。銀行側としては、 もうあなたの融資上限は上げられません。こんな経済が不況になりつつある中で、まだ不況になっていませんが、今後のリスクを考えると、これ以上は借金させられません。それに対して、消費者側は、え、ちょっと待ってよ。物価は未だに高いし、賃金なんてほとんど上昇していなかったから、貯蓄なんて雀の涙しかないよ。借金がないと生活できないよ。というわけです。場合によっては、 もうすでに周りはリストラされ始めててる。もうどうせいつか破産するんだったら今のうち借金させてよ。こんな人たちも出始めるのがこの時期なんです。このチャートをご覧なさい。このチャートは青が消費者の借金総額で左軸で前年度月比赤が銀行によるクレカ融資の貸し出し基準を右軸で表しています。これを見ると赤の貸し出し基準が先に上昇し出してある基準まで到達すると 青の消費者の借金は急激に下落していくことがわかります。このグレーの領域はリセッションですが、毎回青の借金額が減少するとき、経済が減速してリセッションに陥っていることがわかります。右軸をよく見ていただきたいんですが、基本的にクレカ融資の貸し出し基準はゼロを下回って、どんどん消費者に借金をさせたがっているのが見えると思いますが、リセッションの直前になると貸し出し基準がプラスになって急上昇するんです。2000年の IT バブル、2008年のリーマンショック、2023年、 年のコロナショックというふうに直近のデータがある中では毎回リセッションの前では同じ動きをするんですそれが今起きていることはしっかり頭の中に入れていただきたいと思いますこの青と赤の動きをする時にリセッションが発生するというのはアノマリーでもなく都市伝説でもなくメカニズムとして借金によって成長させてきた米国経済が崩壊する兆しが今見えてきているんです低い失業率と着実な賃金上昇により多くの消費者が支出し続ける手段を得られる ている一方で物価の高止まりにより他の消費者は生活を維持するために貯蓄を切り崩したりクレジットカードに依存したりしているインフレ調整後個人消費は年初に急増した後ほぼ停滞している。 一方、返済の延滞率は上昇している。と記事にしれっと延滞率のことも書かれていますが、当たり前なんです。ここまで物価が高くなって、金利も高くなっているんだから、消費者はクレカに頼らざるを得なくなって、経済が停滞して、融資が焦げつく可能性があると判断されたら、貸し出し基準を上げるんです。その時、クレカに頼らざるを得ない消費者の行き着く墓場は、支払い延滞率が上昇するのは通過点で、最終的に支払い不能、デフォルトまで行くことになります。このチャートをご覧ください。これ これは青が先ほどと同様に借金額で左軸赤がクレカ融資で支払いが延滞している割合を右軸でどちらも前年同月比で表しています青の起伏を見ればわかるように借金額は基本的にアップダウンを繰り返していますがゼロより上にいることがわかります青が急上昇してくると経済に過熱感が発生しそれとともにクレカの支払い延滞率も上昇しますある程度まで上昇すると借金総額も減少していくことになりますこの時に初めてリセ セッションが起こるんですちなみに今すでに前年同月比では、クレカの支払い延滞率は2008年の最高値を余裕で超えていることがわかります。これを見ると想像を絶する事態が起きる気がしてなりません。なぜならデッドベースマネタリーシステムのもとでは、これまでの借金を支払うために新たな借金が必要になるにもかかわらず、その借金を現在止めに行こうとしているんです。もちろんこれはペットナウのような新たな経済を作り出すときにはとても都合のいいことですが、 ここに投資している我々からするととんでもない崩壊が引き起こされるような気がしてなりません。今は音楽が鳴っているからいいんです。音楽が鳴っている間は椅子が少しずつなくなっているにもかかわらず、その椅子を得るためにみんな一生懸命になるため、このゲームの終盤はゲーム開始以降最も盛り上がるんです。株式市場を見てみてください。 とんでもない盛り上がりようです。ストラテジストたちも少しずつ意見変更しだして、あらゆる SNS などでパーリータイムと叫び、踊り、飲み明かすゲームの中で最も過熱感が出る瞬間が今なんです。ただこのゲームの最終局面で音楽が鳴り止んだ瞬間、このゲームに参加した人たちは全員あることに気づくんです。ゲームが終わった途端、ゲーム参加者のほとんどは椅子を取れずに市場から脱落していたことを。 最後に混沌とした米国経済ですが、このような暗雲の立ち込めている世界経済の中でいいニュースもあります。 テスラを含むナスダック100銘柄はとんでもない高値圏にいますが今後ナスダック100に入るかもしれない上場前の銘柄に投資できたらいいなと思った方はいらっしゃられないでしょうかそんな方々にのみ紹介ですが世界の有料なニコン企業に投資できるファンド非常ドッ c o m に新たなファンドが募集されましたこの新たなファンドはこのチャンネルをご視聴の皆様ももちろんご存知の企業だと思いますがもちろん私も投資しています上場前のニコン企業にはメタ、ウーバー、パランティアなどのように多くの機関投資家が上場前 に投資した銘柄は上場後に爆上げしましたがこのような上場前の銘柄に投資できるのが非上場 .com ですお金入れなくても無料の登録さえしておけばどんなところか見ることが まますこのような企業は大きなリターンが見込めますがそれと同時に大きなリスクもありますので余剰式の中でサテライ的な感覚で検討してみてはいかがでしょうかそして株や債券以外にもポートフォリオを分散させていきたいかつ金利は安定して5%程度は欲しいと思う方もいらっしゃると思いますそこで不動産投資のクラウドファンディングを紹介していきたいと思います皆さん金持ち倒産貧乏倒産のロバート京介さんの本を読んで不動産投資やりたいと思ったことはいますでしょうかでも不労所得って日々 引きが心地いいい一方でで敷居は高いですよねまず物件を探すところから始めて大金はたいて買ってそれを貸し出して変な人に借りられたらみたいな色々な面倒くさいことがありますが何よりもめちゃくちゃお金がかかるので銀行からの融資をもらったりしないといけないただ今回紹介する不動産投資のクリアルではそんな面倒くさいことをすべてすっ飛ばして想定利回り4から5.5%を1万円からネットで不動産投資できます クリアルは上場企業が運営している不動産投資型のクラウドファンディングです。無料の簡易登録をすれば第三者が査定した不動産の鑑定評価額も見れますので不動産投資の初心者でもできます。そもそも不動産のプロが厳選した資産価値の高い物件を取り扱っているのでサービス開始から現在まで元本割れはありません。もし気にになるる方は概要欄にあるリンクから 簡易登録をしてどんな物件があるのか見て検討してみてください。先ほどのこの非常ドッ c o m はここに概要欄の中にリンクを置いております。今回解説したような記事はすべてムームー証券から速報が出てきましたので、まあ、もし興味があればこのムームー証券速報が見れる、お金入れなくても速報が見れるサイトですので、投資講座プラットフォームですので検討してみてはいかがでしょうか。ということで本日の動画は以上となります。それではみんなでスタンをバー的にファスしていきましょう。ご視聴ありがとうございました。